力で人は引っ張れませんからね、心をつかまないと。第3位はお客様よりも社内政治を優先。社長にお客様以上のサービスをしてはいけないんですよ。過去にある地方の店舗を訪問した時なんですけれども、車で行ってその帰りに店長がスタッフ全員、お客様をカットしてる手を止めさせて全員で出てきてお見送りをしてくれたんです。これは果たしてお客様全員にそれをやってるのか。やってるんだったらいいと思います。でお客様にやってなくて僕にやってるっていうのはこれはおかしい。僕は自分なんかよりも当然お客様を優先してほしいわけじゃないですか。お客様よりも社長を優先したりするのは絶対ダメですよね。第2位は相手によって態度を変えすぎる。よくあるのが上司にペコペコ、部下に横柄、こういう方です。自分に自信がないからそれ以外のことでリーダーシップを取ろうとしている、そういうことですよね、自分の実力でリーダーシップを取ったりとか、実力がなくても誠実な人柄とか、または努力をしている姿で後輩の人たちはついてきてくれるのに、力で人を引っ張ろうとしてる。力で人は引っ張れませんからね、心をつかまないと。僕がよくおすすめするのは上司も部下もさん付けで呼ぶ、あとは部下にもありがとう、ごめんなさいを言う、こういうことを教えると治ってきますね。第1位は感情を持ち出す。これは一気に冷めますね。全て水の泡になります。こういうふうに考えた方がいいですね。リーダーは車、社員は歩行者。道路があって歩行者が赤信号なのに渡ってきてもぶつけてしまったら車の方が悪い、そういうことを理解してリーダーは動くべきですよね。感情を持ち出すっていうのは良くないので、その人の親だったらどうするか、こういうことで判断していくといいですね。もう見返りは一切求めない方がいいですね。親は子に対して見返りは求めないので、どうしてもこう感情型の人もいると思うんですけども、個人的な感情が出てきたら一気に冷めますからね。